こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロで買うと成功する夏服ベスト5ということで、皆さんに動画をお届けしたいと思います。まあ、すっかりですね、5月の後半、もう暑くなってきましたよね。まあ、そろそろ梅雨時期に入る頃ではあるんですが、 もうユニクロに行くと夏服完璧に揃ってます。もうこれから入荷するものはないんじゃないかというぐらいですね、しっかりと揃ってるので、梅雨明けを目指してですね、今時期から夏服を買っておくとすごく便利かなと思うんですね。ただユニクロの店舗に行くと、 めちゃくちゃ服があるんですよ。そうなると、その中からですね、自分に似合う夏服、なかなか選び取るのが難しいかなと思うので、今回は厳選して、大人の男性に似合いやすいような5種類のですね、ユニクロの鉄板服を皆さんにバシッとお届けしてみたいなと思っています。これさえ見ておけば、もう十分ですね、 夏服のバリエーションが揃えられるかなと思うので、ぜひ皆さん最後までお楽しみいただければなと思ってます。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべくわかりやすく解説してますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょうはい、ということで、ここからはですね、具体的にユニクロで夏に買うべきアイテムを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、まず一つ目はですね、僕が今着ているこちら、オープンカラーシャツですね。 これはもうユニクロの定番でありつつも最近はですねいろんなコラボレーションモデルもあってどれを選べばいいかわからないという方も少なくないかなと思うんですね、まあ、僕自身結構ですねオープンカラーシャツは大好きでいろいろと買ってきたんですが今期はですねユニクロの定番のオープンカラーシャツこれもですね仕上がりがめちゃくちゃ良くて今僕が着ているこのオリーブもですねなかなか色の仕上がりがいいかなと思うんですねですのでいつもブラックだとかネイビーを選びがちの方は 少し変化をつけるという意味では、こういったオリーブカラーなんかもすごく使いやすいなと思います。デザイン的には木を照らったところはなくて、かなりベーシックですね。サイズ感もですね、かなり定番的な感じになっているので、僕は164センチ、53キロと、ちょっと小柄なんですが、通常のジャストサイズだと S なんですけども、あえてワンサイズ上げて、こちら M を着ています。このような形で少しだけゆとりを持たせてあげれば、程よいトレンド感というところも楽しんでいただけるかなと思います。 そして、このユニクロの定番のものだけではなくて、これ前の動画の中でも皆さんにご紹介してきました、ユニクロとセオリーのコラボレーションモデルですね。こちらはブラック。これも仕上がりがいいんですね。もしブラックを選ぶのであれば、定番のオープンカラーシャツのブラックではなくて、セオリーとのコラボレーションモデルのブラックが非常にバランスがいいかなと思います。大人っぽくて、ちょっとモード感溢れるようなアプローチになるので、ブラックだったらこれがいいかなと思いますし、あとはですね、もうちょっと明るさを出したいなという場合は、 は、ベージュを取り入れていただきたいんですが、これも定番のユニクロのオープンカラーシャツあるんですが、 今季はこちら、マルニとのコラボレーションモデルもベージュを出してるんですね。この色味がね、すごく上品で、大人の男性にも似合いやすいかなと思います、まあ。ベージュの中でも少しイエローがかった感じで、柔らかい感じ、そして春夏らしさがですね、溢れるようなカラーリングで、これもすごく大人の男性にはおすすめなので、ユニクロはオープンカラーシャツがめちゃくちゃ熱いというところ、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置きながら、あとは選択肢ですね。まあ、定番的に使いたいのであれば、 ブラックネイビーあたりが使いやすいかなと思うんですが、いつもよりも少し変化をつけたいのであれば、このようなオリーブカラーだとか、あとはベージュなんかもいいと思います。このあたりはですね、皆さんのお好みで選んでいただければいいかなと思いますし、まあ、定番的なブラックだったら、いつもと違うようなセオリーとのコラボレーションモデルを選んでいただければ、かなりですね、素敵な着こなしが実現できるかなと思うので、ぜひお試しいただければなと思っています。 はい、続いてのアイテムなんですが、僕が内側に来ているこちらですね。ボーダーのカットソーこれはですね、ユニクロで買うべきアイテムの一つかなと思います。まあ、ボーダーというと定番的なイメージがあるかなと思うんですが、今季はですね、割とトレンドに浮上しているぐらい、いろんなお店で取り扱いがあるんですね。どうしてもカジュアルな印象があるこのようなボーダーなんですけども、 使うことで程よくトレンド感を出すことができたりだとか、あとは着こなしに適度にですね、カジュアル感を出すことができるので、まあ一着夏向けにあってもいいんじゃないのかなというふうに思ってます。ただ使い方にはですね、工夫が必要で、単品で使うとどうしてもカジュアルに見えてしまうんですね。 まあこちらにあるのは先日発売になりましたユニコクロとマルニーのコラボレーションモデルのボーダーのカットーなんですが単体も素敵なんですけどもどうしてもカジュアルに見えてしまうので個人的にはですね今のように例えば先ほどご紹介したようなオープンカラーシャツ特にブラックなんかと相性がいいんですねブラックだとかネイビーの内側にこのような ボーダーのカットソーを持ってくると、程よくですね、隠れるんですよ。面積がだいぶ減ることで、かなり大人っぽく振ることができますし、この内側に白 T とかを着ると、結構シンプルな着こなしになってしまうんですが、そこに程よくアクセントが加わるので、ぜひこのようにですね、重ね着の一部として、オーバーサイズのボーダーカットソーをですね、皆さんには使っていただきたいなというふうに思ってます。で、このカットソー選びでですね、結構大事なのが、サイズ感なんですね。 重ね着をする際にはですね、あまりオーバーサイズに振りすぎてしまうと、着丈のバランスだとか、あと袖のバランスですね、ここがですね、結構難しかったりするんですね。ちなみに僕はですね、このオープンカラーシャツは S を選んで、内側には M を選んでしまったので、ちょっとサイズ的に合わせるのが実は難しくて、できれば、オープンカラーシャツは少しゆったりめにしてもらって、ボーダーのカットソーに関しては、最初からオーバーサイズになっているので、これは通常サイズを選んでもらった方が、着丈のバランスだとか、 袖の長さのバランスが整うのでその点だけ注意をしていただきながらサイズ選びをしていただきたいなと思っていますまあ、ボーダーというですね本来はちょっとカジュアルに見えて大人にはどうかなというアイテムも重ね着の一部だとすごく使いやすいのでぜひ皆さんもこの夏トライをしていただければなと思っていますはい続いてのアイテムなんですが僕が今着ているプレミアムリネンシャツですね これもユニクロではマストバイと呼べるような定番アイテムかなと思います。毎シーズンこのようなリネーシャツはやってるんですが、 今季はですね、個人的にはこのブルーですね、この色味がすごく大人っぽくて、ベーシックなんだけども、ネイビーとかブラックに比べると、ほんのりですね、清涼感があって、明るさが出せるので、個人的にはね、このカラーが一番今季は使い勝手がいいんじゃないかなと思います。このようなリネンシャツって定番なんですが、その時々で着方がちょっと変わってくるんですね。まあ以前であれば、ちょっと綺麗めな感じでですね、普通にこう前を閉じながら、下にですね、 V ネックの深めのインナーを着て、ちょっとこう、第一ボタン開けたりとか、場合によっては第二ボタン開けたりしながら、ちょっとこう、セクシーめに着るなんてスタイルも多かったりしたんですが、まあ最近の着方としては、僕はですね、羽織り物感覚で T シャツの上にさらりと着て、もう前は開けて着る。これぐらいがですね、使い勝手がいいかなと思います。で、腕に関しては軽く託し上げて、え肌の露出を増やしてあげるというのが、バランスがいいかなと思うんですね。そして、その合間からですね、 時計だとかバングルだとかちょっとした小物を見せてあげるとさらにですねまあ、ちょっとこなれた感じが出せるかなと思いますでサイズ感なんですがこれもこうジャストサイズでキュートリーは少しゆとりがあったぐらいの方が僕はバランスがいいなと思っていまして、えー、通常はジャストサイズは S なんですけどもこちらは M を選びました 場合によっては、2サイズぐらい上げてもですね、大人のゆとり感というか、リラックス感みたいなものが出せるので、よりトレンド感を出したい方は、2サイズアップぐらいがいいかなと思います。まあ、ジャストサイズよりはね、ちょっと風の通り抜けるような感じがあった方が、僕は使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思ってます。まあ、ちなみにですね、最初にご紹介したオープンカラーシャツ、あれはあれで涼しくていいんですよ。ただですね、この二の腕が見えるのが、どうしてもこう、子供っぽく見えたりだとか、 恥ずかしいという男性も多いかなと思うので、その時にはこういった長袖シャツですね。しっかりと二の腕をカバーしてくれるので、大人っぽさとか綺麗さというものがある程度担保できるというところと、あとはこのリネンシャツ特有のシワ感ですね。このあたりがですね、リラックス感があっていいので、このようなリネンシャツ、長袖のものにもしっかりと利点があるので、1枚持っておくとすごく便利かなと思うので、ぜひ皆さん値段は3000円以内で買えてしまうので、1枚はトライをしていただきたいなと思います。 ちなみにですね、僕は先日、ユニクロライブステーションに出た時に着てたのが、このですね、柔らかなグリーン系のカラーなんですね。これもですね、夏らしい色味で、なかなか素敵かなと思います。 単体で見ると結構派手さがあるんですが意外とですね着てみると夏の雰囲気にぴたりと合うのでブラック系のパンツとかネイビー系のパンツと合わせながらボトムスをですね引き締めてあげれば意外と使いこなせるので特にですね40代以降の男性は華やかな色が意外と似合ったやつのでこういった選択肢も頭の片隅に置いていただければなと思っていますはい続いて夏におすすめしたいユニコーンアイテムなんですが もうご存知の通り、ユニクロといえば、もう T シャツのバリエーションの豊富さ、これがまあすごい魅力だと思ってるんですが、その数ある T シャツの中でも個人的にお勧めしたいのが、 ユニクロ U のオーバーサイズシリーズですね。まあ、これは名作で、まあ、いろんな動画で語られてるかなと思うんですが、やはりですね、これも皆さんにはぜひお勧めしたいアイテムかなと思います。まあ、以前の動画でユニクロの T シャツの中で僕内のランキングを作りましたが、その中で1位にさせていただいたのが、今僕が着ているユニクロ U のですね、 オーバーサイズクルネック T シャツなんですね。これはポケットが付いていて、ちょっとしたデザインのアクセントになっているのが個人的には気に入っているポイントなのと、あとは色ですよね。無地の T シャツってどうしてもこう地味に見えがちなんですけども、このユニクロ用の T シャツに関しては表記はブルーとなってるんですが、まあ、ちょっと見え方によってはグリーンっぽく見えたりだとか、混じり気があるんですね。茶系の色が混ざっていて平坦に見えないというところが非常にですね、バランスがいいので、個人的にもこの色合いが気に入っています。 ただ他にもですね、名作と呼ばれるようなカラーがたくさんありまして、例えばこちらはユニクロユのエアリズムシリーズですね。ちょっとですね、袖丈なんかが長くなっていまして、ゴブ袖になっているのが特徴なんですが、こちらのネイビーもすごく良かったし、今季のですね、パープルも非常に良かったですね。これなんかは差し色になるので、すごくバランスがいいかなと思いますし、あとはオリーブですね。こういった今季のトレンドカラーであるオリーブ系、グリーン系のですね、オリーブなんかもすごく 雰囲気が良かったので、このあたりをですね、揃えてもらえれば、夏のですね、薄着の季節であっても、おしゃれ感をある程度出すことができるのかなと思います。 そしてもう一点気になるのが、撮影時点ではまだギリギリ届いていないんですけども、このユニクロ U のエアリズムに、モックネックバージョンが出たんですね。これがどうなのかというところで、今日の午後にですね、商品が届く予定なので、届いたら皆さんにレビューをしたいなと思うんですが、通常のエアリズムパターンとはまた、首元の見え方が違うというところで、それが厚苦しく感じるのか、もしくはデザインのアクセントになるのか、このあたりがですね、すごく楽しみなんですが、そちらもですね、 今届いてない現時点では非常に期待度が高いので、まあ、そのあたりも含めてですね、ユニクロ U の T シャツですね、無地 T シャツの中でも少しサイジングを大きくしてあげることで、いつもの単調な無地 T シャツの中にもアクセントを添えてあげるのがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いてラストなんですが、ボトムスですね。まあ何をですね、ピックアップしようかと結構迷ったんですが、夏といえばやっぱりこう短パンなんかが軽快で使いやすいかなと思うんですが、やはりですね、短パンっていうのは誰もが似合うものではなくて、やはりですね、ある程度年齢を重ねていくと、なかなか似合いづらくなるというところもあるんですね。 僕自身もですね、ギリギリ30代後半なんですが、まあ、年々ですね、ちょっとこう、自分の雰囲気には合いづらくはなってきてるんですね。その点、ロング丈のパンツというのは安心感があるので、今回のユニクロの中での夏服としてはですね、こちら、タックテーパードパンツを皆さんにですね、ご紹介したいなと思いました。以前の動画でもですね、かなり熱量を込めてお伝えしたんですが、 これはやはり名作ですね。まあ、夏の着こなしってどうしても単調になりがちというか、あまり点数をたくさん使えないので、どのようなアイテムを選ぶかで結構ですね、全体のイメージを大きく左右してしまうわけですね。まあ、そういった意味では、ボトムス、僕はブラック系のパンツをお勧めすることが多いんですが、通常のスマートアンクルパンツもいいんですけども、ちょっとこうおしゃれ感というか、トレンド感を出すためにはですね、少しゆとり感のあるものもトライをしてみるとすごくバランスがいいかなと思うんですね。このタックテーパードパンツ、 はですねゆとりがワイドっぽくあるんですけどもかといって太すぎずにちゃんと膝から下テーパードが効いているのでそんなにこうやぼったく見えないんですねでパンツ1枚でもそれなりにですねトレンド感が出せるのでこれはやっぱりですね夏に持っておいて間違いのない1本かなと思います ただですね、ブラックということで重苦しく感じる方もいるかなと思うので、そういう時にはダークグレーもいいかなと思いますし、他のカラーでも色の効果で少し明るさを出していただくのもいいかなと思います。なぜ僕はですね、ブラックだとかダークグレーだとか、重めの色をボトムスに持ってくるのかというと、着こなしが楽だからなんですね。 というのも、ボトムスはある程度色を絞ってしまって、明るさを出したい時には上半身のカラーで遊ぶというのが意外と楽で、僕はこういったグリーン系を着たいだとか、今日ご紹介したような、こういったパープルの T シャツだとか、普通に白 T とかでもいいと思うんですよね。 その他には、ちょっとしたこういった綺麗な色なんかを持ってくる場合も、下がブラックだとまとまりが良かったでするので、結構ですね、ボトムスはもうブラックだとかダークグレーでまとめてしまって、上半身で色を遊ぶというのが結構楽なんですね。ですので、夏のボトムスとしては、ちょっと単体で見ると暑いんですが、こういったボトムスはブラック系にしてもらって、トップスで遊ぶだとか、あとは靴ですね。白系のレザースニーカーだとか、あとはですね、レザー系のサンダル、今季はすごくトレンドアイテムになっているので、そういったもので、 ちょっと明るさを出してもらうのもいいかなと思うので、このね、ブラックのタックテーパードパンツはですね、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思います。結構ね、ゆとりがあることで風の通り抜けが良かったりするので、この夏の時期にブラックのスキニーとかってピタッと張り付いてしまってかなり暑いんですね。ですので適度なゆとり感があった方が、帰ってですね、夏の暑さにはですね、対応しやすいかなというところも含めて、このボトムスも1枚ぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、ユニコで買うと成功する夏服5000ということで、皆さんにですね、動画をお届けさせていただきました。どれもですね、ユニクロらしい、ベーシックで使いやすいものが多かったと思うんですね。まあ、その中でも、ちょっと夏らしいですね、綺麗な色を選んであげると、だいぶいつもと印象が変わるかなと思うので、ぜひ皆さんですね、定番的なものから買い集めていただきたいんですが、その中に一色でもいいので、ちょっとビビットな色ですね。 例えばちょっと思い切ってリネンシャツをですね、このような綺麗なグリーンを選んでみるのもすごくバランスがいいかなと思うんですね。なかなか高い価格だとこういった冒険色ってトライしづらいかなと思うんですが、ユニクロであればリネンシャツも3000円くらいで買えますし、T シャツに関しては1500円で買えちゃうので、まあ、トライをしてみる価値は十分にあるかなと思うんですね。まあ、たまには冒険しながらですね、自分の着こなしの幅を広げるのもすごく楽しいので、ぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っています。 これからもですね、こちらのチャンネルではメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。 こちらのチャンネルでは2週間に一度ライブ配信なんかもやってますので、ぜひワイワイと楽しみたい方はチェックをしていただきたいなと思っています。またもう一つですね、最近オンラインサロンを始めました。こちらはですね、時間がない方におすすめのコンテンツになってまして、1日にだいたい5回ぐらいのペースで1分程度で読めるですね、文章と写真を組み合わせたようなおすすめのアイテムの紹介ですとか、コーディネートの解説なんかを行ってますので、気になる方は合わせてですね、概要欄からチェックをしていただければなと思います。 と思います以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。